今回は J リーグ第20節、横浜 F マリノス対サンフレッチェ広島のレビューを行います。スタメンがこちら。マリノスは3人変更。怪我人や過密日程が影響しての変化でしょう。対して広島は前節と同じ11人。それだけ信頼しているメンバーということでしょうか。試合はマリノスペースで始まります。まずは保持。広島の3-2ビルドアップに数と形を合わせて圧をかけます。エウベル、レオセアラ、水沼で3バックを。西村とセンターハーフの一角でダブルボランチをマーク。彼らにボールを触らせる時間をほとんど与えず、ボールを取り上げることに成功します。保持では3-1-5-1風の保持。松原はあまり上がらないで3バックの一角のように振る舞い、小池と山根はバイタルエリアに侵入。バイタルで作った3対2の部分へボールを送り込み、崩しの起点にします。広島が3バックにプレスをかければ、空いたスペースで3シャドウが受け、3シャドウに迎撃守備を3バックが仕掛ければその裏を突くなんて場面も、守備ブロックの真ん中にできた数の優位を利用して、マリノスが保持でも優位に立っていました。そんな流れを広島はだんだんと跳ね返します。まずはハイプレス。自陣で構える守備ブロックは前述の通りでしたが、マリノス陣内で行ったプレスは機能します。ベンカリファ、三田でセンターバック、森島、野塚でセンターハーフをマーク。サイドバックも柏、東の両ウィングバックで対応し、マリノスのビルドアップ隊を全て塞ぎます。これで何度もマリノスからボールを奪うことに成功。自分たちのポゼッションを増やします。また、プレス回避を成功することで保持の時間を増やすことにも成功。マリノスの 4-1-2-3 風プレスに対し、サイドバックやセンターハーフが前に出て空いたスペースに森島、三田が出没。ボールを受けることでマリノスのゴール前に迫ることに成功します。崩しでは松本が前に出る 3-1-5-1 の形で保持。マリノスが保持で行ったそれと同じ、2センターハーフに3シャドウをぶつける形。ここを崩しの起点とし、ボールを回してマリノスゴールに迫りました。そんなわけで広島が自分たちのペースで試合を進め始めた前半半ば。それでも先制点を手にしたのはマリノスでした。理由はマリノスがハイプレス回避に何度か成功したため、マリノスの2トップがどちらもバイタルに下がって0トップのような形。これで松本1人しかいないバイタルで2対1。彼の両脇でボールを受け、プレスをひっくり返そうとします。広島もこれを防ごうと佐々木、塩谷が前に出てきますが、抜群のキープ力を活かして無理やりボールを収められることがたびたび。他にも怖いのがエウベルと水沼。彼らが裏抜けを常に狙っているため、ダブルゼロトップヘアニに行けばその裏を利用されます。マリノスの先制点はそんなプレス回避。ここではエウベルがバイタルでボールを受けて、危うく奪われかけますがこぼれは岩田の足元へ。ウィングバックが前に出て空いたスペースへスルーパスを通され、裏に抜ける水沼がボールを受けてクロス。クロス対応もエウベルに対応した塩谷が戻りきれなかったため、広島はゴール前で人数不足に、大外にいた小池に比較的フリーで合わされ、失点を許しました。前半の途中からは両チームともハイプレスを行い、それを回避することができるのか対決となったこの試合。最終的なスコアは3対0。マリノスがその後もプレス回避から得点につなげる場面を2回作ることに成功。スコア上で圧倒しこの試合を終えました。シュート数は14対20。得点期待値は 1.73 対 2.21。広島の方が多くチャンスを作り、得点が期待できた試合と言っていいでしょう。実際、マリノスは 3-1-4-2 プレスで何度もボールロストを許し、自陣に押し込まれました。全体の試合の流れって意味では、広島に流れていました。前半にはポストに当たるシュートを放っていましたし、決まっていれば試合の流れは変わっていたかもしれません。マリノスの先制点の場面も、塩谷はボールをつつくことには成功しています。ボールの転がる先が少し変われば、広島のカウンターとなっていたシーンでした。そういった意味では、マリノスは 3-1-4-2 プレスを攻略したと言い切れないでしょう。いやまあ3点取ってもそれを言うかって感じですが、個人的にずっとここが気になっています。ウィングバックを上げてこない5バック相手にポゼッションするなら、この形でもいいと思います。
最終ラインを厚くするわけ薄くなった中盤より前を、横幅いっぱいに使って間を広くさせ、そのスペースを使うのは理にかなっています。そうでない3バックプレスを仕掛けてくるならこの形は危険です。ビルドアップ隊が完全に捕まっているので、噛み合わせを外した前線へ安定してボールを送れません。で、これずっと疑問なのですが、なんで右サイドバックを中央に移動させる3バックを使わないのかなと、サイドバックが中央に入ることで大外から離れた選手を捕まえるべきかためらいが生まれるでしょうし、プレスするにしても中央に入った分、相手ウィングバックの移動距離が増えます。自陣ゴール前でもこれ使ってみていいと思うんですがね。プレスに迷いを生ませるって意味では、過去の試合、湘南と対した時や柏戦の後半でもこれに苦しめられているので、恒常的な弱点としてここは存在しています。まあどちらの試合も大量得点して勝っているんですけどね。そういう意味では、失点のリスク以上に得点が期待できるプレーができているから問題ないのかもしれません。ただ配置って意味ではマリノスが長く抱えている弱点なので、そのうち大きな穴にならないといいなと。その上で広島の敗因を考えると、マリノスと違って疑似カウンターを仕掛ける場面が少なかったなと。ショートカウンターで決定機は多くあったけれど、保持でプレスをかわしてもすぐマリノスゴールには迫らず、一度保持を安定させてからって場面が多かった印象です。マリノスの3得点は全て広島のプレスをかわして、すぐさまゴール前に迫って生まれたものでした。何度もプレス回避に成功するも、その後少し時間をかけてゴールに向かうことで相手に戻る時間を与えた広島。対してプレス回避の数こそ劣ったものの、成功すればすぐさまゴールに向かうことで守備者にシュートブロックを許さなかったマリノス。マリノスが保持で作ったチャンスの質が、広島のシュートの数を上回った。そこが勝敗を分けたのかななんて思いました。そんな感じで今回はここまでです。また動画を上げようと思いますので、気にしていただけると嬉しいです。ではまた。